見張りが叫びます。氷山が目の前だ。タイタニック号は氷山に衝突。海水が流れ込み始めます。三等客は閉じ込められ、全員分の救命ボートはありません。パニックが広がります。バイオリンが演奏される中、船は沈んでいきますという情景は、映画タイタニックのおかげで手に取るように知っていますよね。ではもし映画が嘘だったとしたら、実際は何が起こったのか。1912年のあの凍える夜の真実を語るために少し巻き戻してみましょう。見張りが叫びます。氷山が目の前だ。この部分は確かに本当でした。夜の11時40分ちょっと前に、フレデリック・フリートが前方に海よりも暗いものを見つけました。船が近づくにつれて、それが氷山であることがわかります。エンジンが急いで逆転し、船は急旋回。それでタイタニック号は正面衝突ではなく、氷山の側面に擦って全甲板に氷が撒き散りました。映画ではジャックとローズはロマンチックなムードの時、氷山に衝突して船が揺れています。まるで弱い地震でも起こったかのように、全てが揺れます。乗客の中には衝突後に似たような感覚を感じたと報告した人もいますが、タイタニック号の生存者であるフランク・プレンティス氏によれば、そうではなかったようです。彼によると、特に衝撃はなく、車のブレーキを踏んだような感じだったということです。船が止まっただけだったというのです。衝突の間も眠り続けた人がいるので、それほど突然の衝撃ではなかったことが裏付けられています。プレンティス氏は何が起こったのか気になって、キャビンを出てデッキに向かいました。そこで彼が見たのは、水面にわずかな氷があるだけで、ジャックとローズが見たようなそびえ立つ氷山ではなかったといいます。しかし今では誰もが知るように、本当に損傷したのは水面下。氷山には尖った突起があり、それでタイタニックの船体に91メートルの裂け目が生じたのです。乗組員が被害の深刻さを認識すると、すぐに緊急信号を送り、近くの船に助けを求めました。映画の一場面で無線通信士が船長のもとへ行き、付近にいるのはカルパチア号だけだと伝え、カルパチア号が多くの乗客を救助しています。しかし実際には周囲にもっと多くの船がいたようです。カリフォルニアン号は約 37km しか離れていなかったと考えられています。この船は実際にタイタニック号が沈んでいく様子を見たか、少なくともロケットが空高く打ち上げられたのを見たかもしれません。それなのにカリフォルニアン号はなぜか救助に向かいませんでした。話を戻しましょう。この時、人々は船から降りなければなりません。12時45分に救命ボート7番が最初に降ろされました。映画と同じように女性と子供を優先させるように言われました。しかし実際には一部の女性は躊躇し、救命ボートに乗るのを拒否したようです。プレンティス氏はこれが主に2つの理由で起こったと述べました。第一に、救命ボートが高く、乗客はデッキから海面までの21メートルの落差を恐れていたということ。第2に、ほとんどの女性はタイタニック号が実際に沈むとは信じていなかったということ。だって絶対沈まない船と呼ばれたタイタニックですからね。そのため、その時は救命ボートに乗るなんてありえないと思われたのです。おそらくこの考え方が、一等船室のエロイーズ・スミスという乗客が最初はパニックや混乱がなかったと回想した理由が説明できます。他の生存者たちもこれを裏付け、女性や子供は泣いていなかったと述べています。しかし少なくとも乗組員が唯一本当に懸念していたことは、救命ボートが重量に耐えきれなくなる可能性があるということでした。これが最初のいくつかの救命ボートが定員のほんの一部しか乗せずに降ろされた理由の一つです。そのため65人を収容できる救命ボート7号にはわずか27人しか乗っていなかったのです。
タイタニック号には合計20隻の救命ボートがあり、その夜に乗船していた約2200人のうち半数を乗せることが可能でした。しかしそれは実現せず、乗客たちは全員が乗れる数の救命ボートがないことを知りませんでした。最初の救命ボートに女性が静かに乗り込んでいる間、音楽家たちはデッキに向かいます。その目的はただ一つ、音楽を奏でることで乗客を落ち着かせることでした。この逸話はよく知られていますが、実際には生存者の中には音楽隊を見たことも聞いたこともないといった人もいたようです。バイオリン奏者などいなかったというのです。しかし映画がわざと誤解を生んだのではありません。音楽家は船が氷山に衝突した後も2時間以上演奏していました。おそらく乗客たちがパニックになりすぎて、音楽が流れていることや音楽家が演奏していることに気づかなかったのか、あるいは演奏が始まったのが思ったよりも遅かったのかもしれません。さて、三等客室の乗客が受けたひどい待遇についても話さなければいけません。映画では乗組員が貧しい乗客を残酷にもデッキの下に動物のように閉じ込め、救命ボートにたどり着く機会を与えなかったと描かれていました。しかし公式の調査ではそれが真実ではなかったことが示されています。一等客や二等客に比べて三等客の生存率は低かったのは確かですが、他にも様々な要因があったのです。多くの三等客は自分の所持品を置いて船を離れることを嫌がり、船の端にある客室からなかなか出ていかなかったようです。生存者の数人が自分たちは閉じ込められていなかったと証明しています。むしろ実際はその反対でした。三等客室に乗っていたレバノン人女性ジョージ・ワビー夫人は、混乱が生じた時に一部の勇敢な乗組員や身なりの良い一等客室の乗客らが彼女を一等客室デッキに上げ、最終的に救命ボートに乗せてくれたと話しています。最初タイタニックは徐々に少しずつ沈んでいきました。乗客たちは水位が上昇するのを目撃し、そして弾ける音やひび割れる音を聞いたと述べています。次に大きな衝撃音がありました。それが一度だけだったというものもいれば、小さな爆発音が何度も続いたと表現したものもいます。どうやら隔壁が崩れる音だと思ったそうです。また地響きだけを聞いたという人々もいます。つまり何が聞こえたかは乗客の中でも一致していないのです。しかし一つ確かな事実があります。それは午前2時18分、タイタニックの照明が消え、船は完全な暗闇に包まれたということ。船首が沈み続ける中、船尾は水面から持ち上がり、船の中央部に大きな圧力がかかります。そのせいでタイタニックは2つに折れました。ジェームズ・キャメロン監督の映画ではこの瞬間は非常にドラマチックに描かれ、船はほぼ垂直に水中に沈み込んでいます。でも実際には船が折れたのははるかに低い角度で、おそらく水面下で起こったと思われます。それでも傾きは十分に大きく、人々は立っていられず水に滑り込んでしまいました。興味深いことに、タイタニックが真っ二つに折れたことが確認されたのは1985年に残骸が発見されてからでした。それまでの間、生存者たちの証言には矛盾が見られました。少なくとも8人の生存者が船が折れるのを見たと主張しています。第一客船の乗客エミリー・ライアーソンは、タイタニックがナイフで真っ二つに切られたかのようだったと述べました。しかしタイタニックが無傷のまま沈んだと主張する目撃者も数人いたのです。当時この説がより有力でした。ほとんどの人が不沈船とされた船が真っ二つに折れるとは信じていなかったからです。ではなぜ証言が矛盾しているのでしょうか。映画からはわからない明白な理由なのですが、悲劇が起こった時そこは真っ暗だったのです。まるで光のない部屋にいるかのように、ぼんやりとした形や影しかわからない状況でした。
これが救命ボートでの状況だったのです。それで乗客は実際に何が起こっているのかを見ることができませんでした。また船の近くにいた多くの人々は命を落とすか、または何とか生き延びようと必死で、船がどうなったか注意を払っている余裕がなかったのです。ジェームズ・キャメロン監督の映画はその悲劇の恐怖を完全には描ききれませんでしたが、2012年に制作されたテレビ番組タイタニックではその夜の真っ暗闇の恐怖がより効果的に表現されています。とはいえ、現実に起こったことはこの2つの作品が描いたものよりもはるかに暗く恐ろしいものだったはずです。タイタニック号の見張りが叫んだのは夜の11時39分だった。氷山、右前方。スピードを落とし進路を変更するブリッジの迅速な行動も悲しく、ご存知の展開になってしまった。それ以来、私たちはタイタニック号に起こったことを一生に一度の出来事とみなしてきたが、果たしてそうだろうか。タイタニック号は1912年に沈没した。当時は GPS や気象衛星はなく、氷山の位置を船同士で警告し合っていた。お互いを信じ合う状況だったのだ。そしてタイタニック号の事故が起きた。災難と呼ぶには控えめで、専門家たちは氷山を避けるための組織を作る必要性を感じた。そこで1年後、彼らは国際氷上パトロール隊 IIP を創設したのである。今日に至るまでこのグループは船舶に氷の脅威を事前に警告する役割を担ってきた。 IIP は船舶からの報告や航空機によるパトロールから衛星画像に至るまで長年にわたってその方法を改良してきた。最近では氷山の漂流の可能性を予測するために海面下50メートルまでの海洋状況に関するリアルタイムの情報を提供する浮体装置である海洋観測ブイも使用している。幸いなことに IIP は船と氷山の衝突を減らすために素晴らしい仕事をしている。しかし最新の探知装置でも不幸な事態を完全に回避できるわけではないので安心しすぎてはいけない。1980年から25年の間に船舶と氷山が関係した事故は57件発生している。そして恐ろしいことに、今日の船舶はタイタニック号よりも氷山に遭遇する確率が高いのだ。調査の結果、1912年にタイタニック号が沈没した海域を138個の氷山が横切っていたことが分かった。多いと思うかもしれないが、科学者たちは大したことではないという。確かに氷山の数は多い方だが、それ以降も14年間は氷山の活動が活発だった。現在グリーンランドの氷河の融解が加速しているため氷山の数は増加している。また極海域に向かう船が増えたため、船が氷山にぶつかる可能性も高くなっている。しかし船長にとって本当に危険なのはグローラーやバーギービッツと呼ばれる目に見えない敵である。グローラーとは通常のドアほどの大きさの小さな氷山のことである。またバーギービッツもスクールバスほどの大きさの小さな氷山である。これらの氷山は無害に見えるかもしれないが、レーダーや人工衛星からは全く見えないので実は厄介なのだ。タイタニック号と同じくらいの大きさの現代の客船がこの小さな氷山にぶつかったらどうなるか見てみよう。ノルウェージャン3号はタイタニック号のような豪華客船で、乗客2400人、乗組員900人以上を収容できる。6月22日、この客船はアラスカのハバード氷河へ向かう途中、ノームの中にいた。突然船は激しい揺れに襲われ、乗客はアニンパクトを感じ恐怖に陥った。霧はすぐに晴れ、乗客は何が起こったかを理解した。ノルウェージャン3号はグローラー型の氷山に衝突したのだ。しかし結果はタイタニックとは全く違った。幸いにも怪我人はなく、乗客もスタッフも無事にアラスカの港に到着した。専門ダイバーが船の状態をチェックしたところ、衝突後に何らかの損傷を受けたことが判明。そのため残りの船旅は中止となった。ノルウェージャン3号のような事故は滅多に起こらないからだ。つまり船が氷に遭遇するのはよくあることだが、それが問題になるのは珍しいことなのだ。ほとんどの近代的なクルーズ船は氷山によって物理的な損傷を受けることはない。タイタニック号に使用された鋼鉄もまた大惨事に大きな役割を果たした。あの不沈艦は結局のところそれほど衝撃に強かったわけではなかったのだ。当時タイタニック号の船体には約2000枚の鋼板が使用され、兵炉で製造されたと考えられている。
その結果、鋼材にはリン、酸素、硫黄が高濃度に含まれていた。これらの元素を多く含む鋼材は低温で脆くなり、衝撃で破損する。タイタニック号に使用された鋼鉄は当時入手可能な最高品質のものではあったが、現代の船舶の安全基準を満たすものではなかった。そして今日の船舶が使用しているものより約10倍も安全性が低かったのだ。しかしタイタニック号の設計と現代の船の最も大きな違いは船体の組み立て方にある。タイタニック号の船体と上甲板の構造には300万個以上のリベットが使われていた。そのため氷山に衝突した際、リベットが連鎖反応を起こし、船体の全セクションが同時に崩壊し、制御不能の大洪水を引き起こしたのだ。これに対し現代の船舗はサブマージアーク溶接と呼ばれる方法を採用しており、金属片の端同士を融合させ強固で連続的な結合を作り出している。これは船のどこかが損傷しても裂け目が広がって事態を悪化することがないため、より安全である。損傷はその部分にとどまる。小型の氷山は一般的になりつつあり、船舶も氷山に対応できるようになった。それでは巨大なクルーズ船が5階建てのビルほどの大きさの氷山に衝突したらどうなるだろうか。地球上で世界最大のクルーズ船が誕生したと想像してみてほしい。ブライトシーサイドとでも呼ぼうか。私たちの浮かぶリゾートは巨大で、自由の女神の4倍の大きさがある。全長はタイタニック号よりも長く、なんと97メートルもあり、約3倍の乗客と乗組員を乗せることができる。そしてタイタニック号のように私たちの架空の船は最高速度約23ノットで航行することができる。今ブライトシーサイド号は凍てつく海を全速力で航行している。真夜中だというのに船長は船上の氷山探知装置が機能していないことに気づいていない。3日前に機能しなくなったのだ。外は霧が深く、見張りも高さ45フィートの氷山を発見できなかった。もしこのような状況が続いて船が氷山に正面から衝突したら沈没する可能性がある。しかしそのような可能性がいかに低いかはお分かりだろう。だからこそ専門家たちは氷が現代のクルーズ船を沈没させる可能性は低いと自信を持って言っているのだ。タイタニック以降、安全対策が大幅に改善されたことも特筆に値する。現代の大型船は沈没まで数日かかるため、全員の安全を確保するのに十分な時間がある。乗組員は避難手順に対応するためより良い準備をしていることは間違いないし、乗客もクルージング前に安全訓練を受けるべきだ。分かってる。プールサイドでレモネードを飲みたいだけなのに、そんなことをするのは迷惑だ。でもこれら全ての安全対策が MS エクスプローラー号を現代のタイタニックから救ったのだ。2007年、この南極クルーズ船に乗船していた154人全員が船に氷山に衝突した後、なんとか救命ボートに乗り込んだ。救助を待つこと4時間。彼らのパニックを想像してみてほしい。乗組員が皆の安全を守るために素晴らしい仕事をしたのは間違いない。しかし2年後に発表された報告書によると、 MS エクスプローラーの事故は南極の凍てつく海で氷の壁に船を早く押し込んだ船長の経験不足が原因で起こったという。注意な船長や氷山衝突の対処法を知らない乗組員がいれば、タイタニック号のような大惨事が再び起こる可能性があるということだ。でもそんなことでストレスを感じないでほしい。過去30年間で氷山が原因で沈没した客船は MS エクスプローラー号だけで、しかも全員が生存しているのだ。さあ、のんびりと海の休暇を楽しもう。タイタニックの悲劇は映画や様々な話からご存知だと思います。でも今回初めて船全体のデジタルスキャンが完成しました。以前のモデルのように船がどのようなものだったかを想像しただけのものではありません。今回お見せするのは本物のデジタルスキャン。専門家チームがタイタニック周辺の深い海底を本格的にマッピングし、船自体も一緒に調査したのです。結果、沈没したタイタニック全体の 3D ビューを入手。まるで深海で水が全て抜かれたタイタニック号を見るかのようです。この話は1985年、タイタニックの沈没73年後に始まりました。探検家のロバート・バラード氏がその海域に沈む他の2つの潜水艦周辺で偶然これを発見。
その時彼には他の任務が課されていたため、タイタニックをきちんと探検する時間がありませんでした。しかし潜水艦の探索中に海洋の流れが沈んだ破片にどのように影響を及ぼすかを彼は理解しました。一番重い物体が早く沈み、その後に破片の跡を残すことに気づいたのです。海流に従った後です。この知識を使用してバラードはタイタニックが2つに分裂し、沈みゆく際に破片の跡を残したという仮説を立てました。彼が残骸を見つける前はタイタニックが氷山に衝突した後、一体の船のまま沈んでいったと思っていました。タイタニックの位置が分かったことで冒険が始まりました。いや、始まらなかったのでしょうか。実際に船を探すのは困難を極めます。船は巨大で海は真っ暗だったことが、一度に船全体を捉えることを非常に困難にしていました。したがって主に崩れかけの船の一部を頼りにして、部分部分が欠けた全体像しか得られず、残りは憶測と人々が語ったことで埋めていくしかなかったのです。しかし2022年の夏、ついに新しい動きがありました。深海調査会社マゼランの専門チームと、そのプロジェクトを撮影するドキュメンタリー制作会社アトランティックプロダクションが協力し、タイタニック号の完全な景色を捉えるというミッションに乗り出します。彼らが使用したのは潜水艦。熟練の探検チームがこの潜水艦を遠隔操作。これは簡単なことではありません。難破船の全長と全幅に関する情報を収集するのに200時間以上が費やされています。まるで本当の宝探しみたいですね。しかし探し当てたのは宝石ではなく、さらに価値あるものでした。可能な限り多くの角度からタイタニックの画像が70万点以上撮影されたのです。そう、彼らは船のいかなる細部も全て写真に収めたのです。普通なら見過ごされるような、あまり興味が湧かなそうな箇所であっても、また泥だらけの箇所の撮影も重要で、そのおかげで今までの発見の隙間を埋めることができています。このようにしてついに詳細な 3D で復元できました。100年以上経った今でも、鍾乳石のようにぶら下がった錆だらけのタイタニックの船首が認識できます。船首の上にはボートデッキがあり、大きな穴からかつて立派な階段があった空間のスペースだったことがわかります。船の華麗な過去を見る窓のようじゃないですか。その船尾は今やねじれた金属の荒れ地。タイタニックが沈んだ時、この部分は崩れ落ちて海底にねじ込まれました。船首と船尾は約800メートル離れた場所に落ちたようです。この巨大な船が突き刺さった周囲の海底には残骸が広がっています。この残骸は雑多な宝箱のようで、船の精巧な金属工芸品、彫像、さらには未開封のシャンパンボトルなどが含まれています。また船と一緒に沈んだ私物もあり、海底には何十足もの靴が散っています。海中を潜り写真を撮るのは困難な作業でした。海深く潜ったのが人間ではなく潜水艦だと聞くと、それほど難しいことだと思わないかもしれません。しかし海洋の研究は難しいのです。未だ海の 80% 以上は探索されておらず、調べることも地図にすることもできていません。環境は厳しく、深く潜れば潜るほど水圧は強くなります。潜水艦は約4000メートルの深さまで降りました。これはエッフェル塔を12基重ねた距離です。しかもその水域の海流は強いため、海面下の迷路を進むようなものだったはず。また潜水艦は何に触れてもいけません。少しの間違いでもすでにかなり脆くなっている遺物を損傷してしまうからです。タイタニック号は時の流れから取り残され、ずっと見つかるのを待ち続けているかのように思えます。しかし実際には徐々に消えつつあるんです。長期間海底にあった以上、海水に破壊されたのは明らか。破壊の原因は他にもあります。船自体が特定のバクテリアの生息地となり、タイタニックにちなんだ名が付けられたほどです。このバクテリアには特別な能力があり、ラスティクルと呼ばれる錆びたものの中で生存することが可能。寒い日に水が凍ってできるつららみたいですよね。この細菌は鉄が大好きなのですが、船体は鉄の宝庫。この細菌にとっては夢のような、食べ放題のビュッフェのようなものなのです。このバクテリアが船の鉄を少しずつ食べ続けると、ある日その宴も終わり、船全体が消えてなくなります。ゆっくりと着実なリサイクルプロセスですね。
この 3D モデルは一生懸命に働くチームと技術のおかげで得られることができました。タイタニックの探索にどれだけの時間が残されているか不明な今、まさに最適なタイミング。やっと氷山との衝突がより理解できるかもしれません。映画ではタイタニックが右側から氷山に衝突している場面が描かれています。しかし実はそれすら分かっていないんです。しかしこのスキャンによって船が実際に氷山に座礁したり身動きが取れなくなったのかを解明できるかもしれません。艦尾を研究することでタイタニックがどのように海底に沈んだのかを分析できます。また沈没する際実際に何が起こったのかを理解するのに役立ちます。タイタニックの運命を変えた大火災が本当に起こったのかついにわかるかもしれません。一説によると石炭火災がタイタニックの最初で最後の航海に出る前の3週間にわたって猛威を振るったと言われています。その結果これが船体を弱くさせ氷山が最後の一撃を与えるだけで沈んでしまったかもしれないのです。そもそも本当に氷山があったのかと疑問視する人々もいます。彼らはタイタニックは典型的な氷山ではなくパックアイスと呼ばれる隠れた氷の塊に衝突したのだと考えています。パックアイスは海面近くに浮かぶ大きな氷の塊で見つけにくいもの。このパックアイスが北極海から大西洋に漂流したのではないかと彼らは考えています。ある船乗りのプロ LM コリンズ船長はその説は実際に起こったことと合致していると考えます。タイタニック号が通常の氷山に衝突していた場合船は実際に沈んだよりもはるかに早く沈んでいたはずだからです。しかしタイタニック号が比較的長い間約3時間弱浮かんでいたのであればこれは氷山以外のものと衝突していたのかもしれません。この船長はタイタニック号が沈没した時人々が目撃したものに違いがあったとも述べています。彼はこれらの違いはおそらく視覚錯覚のせいだと考えました。その夜乗客が海を見ていた時光の反射の仕方や海上の状況が物事をより近くにまたは歪んで見せたのかもしれません。だから彼らが海で見たものは考えていた氷山とは全く違うものだった可能性があります。双眼鏡を持っていれば乗組員は潜在的な危険を発見できたかもしれませんが残念ながら彼らは持っていませんでした。それは棚の中に置かれたままで誰も鍵のありかさえ知らなかったようです。大西洋の静かな海の暗闇に鋭い光線が走ります。タイタニックが眠る乗客たちと共に静かに水面を移動していたその時突然その光線が白い何かを捉えました。そこに佇む氷山がタイタニックの船体に衝突したのはあまりにも有名な話。1912年4月14日、あの日の事件の2日前に無名の写真家が巨大で少し奇妙な楕円形の氷山の写真を撮りました。さらにその氷山はなんと10万年前に降った雪によって形成されたというのです。研究者はコンピューターモデルを使ってその起源を探りました。1912年のデータを使い、さらに現在の潮や風向きのデータを加えたのです。その結果、この氷山はグリーンランド南西の巨大な氷河の一部だったと結論付けられました。近年では氷山の過去のルートを計算することが可能で、あの悪名高き氷山がグリーンランドからコーンウォールの南に離れた場所に移動していたことが分かったのです。もし2日後にタイタニックが航海していたのであれば衝突した場所よりもはるか遠くに移動していたはずなのです。まずこの氷山の重さですがなんと7500万トンにもなります。しかもその時には少しずつ溶けていたのでタイタニックに衝突した時には150万トンほどでした。数ヶ月ほど溶け続けていたのでしょう。でも大きいことには変わりはありません。タイタニックが衝突した時の氷山の長さは120メートルにもなり、30メートルほどが水中から顔を出していたと言われています。また、タイタニックが沈んだのはスーパームーンのせいだと信じる人もいます。あの夜には1400年間起きていなかったあるレアな現象が起きていたのです。普通の状態ではそれほどの距離を形や重さを保ちながら移動することはありえません。でもスーパームーンの影響で高い波が氷山を巨大な氷河から異常な速さで引き裂いたというのです。タイタニックの残骸を静かに蝕むバクテリアが発見されています。潮による浸食、波の影響、凍るほどの低温、
さらにサビを食べる微生物がタイタニック全体を蝕んでいるのです。アメリカ人女優のドロシー・ギブソンはタイタニックの乗客の一人でした。彼女は生き残った乗客の一人で、ニューヨークに到着した後すぐに Saved from the Titanic という映画を撮影し始めました。この映画はタイタニック沈没の約1ヶ月後に公開され、ドロシーは映画内で船に乗船した時と同じ洋服と靴を着ていました。映画は大成功を収めましたが、その後火災により唯一のプリントが消失してしまいました。タイタニックが沈む14年前に出版されたフューティリティと呼ばれる小説は、なんと沈没事故を予言していたと言われているんです。物語はタイタンと呼ばれる船が航海中に沈没してしまうことを描かれたもので、タイタンはタイタニックと同じくらいの大きさで、どちらも4月に沈没しました。沈没の理由も氷山が原因なんですよ。どちらの船も沈まない船と謳われていて、法律で定められた救命ボートよりもはるかに少ない数しか持ち合わせていなかった事実が後に明るみに出たことも一致しています。映画ではおなじみですが、本当のタイタニック内でもとあるラブストーリーが繰り広げられていました。13組のカップルが新婚旅行の一部としてタイタニックを利用していたのです。そのうちの一組はニューヨークのメイシーズのオーナーでした。タイタニックがものすごい勢いで沈んでいく中、夫なしで救命ボートに乗り込むことを拒否する妻、船内に女性や子供が残された状態で自分だけボートに乗り込むことを拒む夫、妻は彼女のメイドにコートを渡し、救命ボートに乗り込むように勧め、体を温めておくようにと伝えます。彼女は夫と共に生涯を終えることを選んだのです。タイタニックが沈んだのは氷山のせいではなく、ミイラのせいだったと信じる人たちがいます。全ての始まりは紀元前1000年頃に、泥棒たちが集まるエジプトの町に住んでいたミステリアスな女性。人々は彼女を巫女と呼ぶも、それ以外については謎に包まれた女性。彼女のミイラは木彫りの棺に入れられ、彼女の顔と碑文が描かれた大きな蓋で閉じられていました。棺は19世紀初めに地元民によって偶然発見されるまで、静かに誰にも見つかることなく身を潜めていましたが、彼女の眠りが邪魔をされました。誰にもわからないままミイラはその場から姿を消しました。数十年後、英国からエジプトに旅行に来た裕福な旅行者たちが彼女の顔が描かれた空の棺を発見し、彼女の黒い瞳はまっすぐ何かを見つめていたと言います。もちろん彼らは購入を決意。ところがその日、購入に至らぬまま売り子が姿を消してしまいました。関わった旅行者たちは後ほど災難に見舞われました。棺はその居場所を何度か変え、最終的にタイタニックに積まれていたと信じる人たちがいます。無人潜水艦がタイタニックの残骸を見つけるまでに70年以上もかかりました。船は大西洋の4000メートルもの深海に真っ二つになった状態で眠っています。どうして割れてしまったのか、原因は誰にも分かっていません。氷山に衝突した時に船内に水が入ったためだという人もいます。とてつもない圧がかかり、船の船底の構造から始まり、船を2つに割ったというのです。船のリベットのせいだという人たちもいます。タイタニックにはスラグにも似た何かしらの残骸が残っていて、それが原因で船が割れてしまったというのです。タイタニックには様々な汚点がありますが、その一つがデザインと言われています。船内の水密の仕切り壁が完全に封じられていなかったのです。これでは船内に自由に水が移動する原因になってしまい、沈没につながってしまいます。タイタニックのリベットの鉄、船体の鉛は高い硫黄の含有量、低温、さらに高速に進む構造のために傷んでしまったとも言われています。鉛は割れ、リベットは簡単に外れてしまったのです。このせいで24倍もの速さで沈んでしまいました。もしタイタニックが船の横ではなく前から氷山にぶつかっていたら、完全に沈むことはなかったかもしれません。どうして船員は双眼鏡を持っていなかったのか。双眼鏡があれば氷山を見つけられて悲劇を避けられたのでは。実はタイタニック内の双眼鏡は鍵をかけて大事にしまわれていたんです。鍵を持つ船員は一人だけで、なんと船が出航する前に別の船に移動されていたんです。彼は後に鍵を渡すのを覚えていればと語りました。
でも双眼鏡がなくても船員たちが何かしらの警告を受けていれば衝突を逃れていたかもしれないと思いますよね。実はですね、警告を受けていたんです。事件の1時間ほど前、タイタニックの近くを移動していた SS カリフォルニアンが厚い氷のエリアに近づいたため船を止めますとメッセージを送りましたが、この警告は船長に届くことはありませんでした。専門家は無線オペレーターが緊急警告として受け取らなかったためだと説明しましたが、後ほど SS カリフォルニアンからの報告で彼らの無線オペレーターが休みを取っていたためタイタニックからの SOS に気づかなかったからだと判明しました。タイタニックの船員が氷山を確認できなかったのは視覚イリュージョンのせいだという人さえいます。あの夜の大気条件のせいで視界が屈折し、そのせいで氷山を確認できなかったというのです。最終的に衝突するまで氷山を見つけた者は誰もおらず、氷山を横切るのを目にしてから衝突したほどです。それもたったの37秒のことでした。そしてタイタニックが海の中に姿を消すのには2時間40分しかかかりませんでした。それは当時最も大きく決して沈まないとされた船でした。ですが1912年初の航海に出てからたった数日でタイタニックは北大西洋の無慈悲な波に飲まれて沈没してしまったのです。2200人の乗客と乗組員のうち、その恐ろしい夜を生き残ったのはたった706人。これがもしタイタニックより小さな船だったら同じ状況で沈まずに済んだのでしょうか。氷山の大きさが問題だったのでしょうか。衝撃を避けるためギリギリで航路を変更しようとしたのは間違いだったのでしょうか。これらは我々がずっと問い続けてきた3つの疑問。タイタニックが当時の技術の粋だったということは確かですよね。トーマス・アンドリュースがイギリスの海運会社ホワイトスターラインのために設計したタイタニックは全長が270メートル余り、高さは53メートルありました。ふんだんなスペースには840の個室、プール、スカッシュのコート、ジム、そして2つのダイニングルームがありました。ですが最も素晴らしい最新の特徴はデッキの下にあったんです。タイタニックの船体は防水設計がされた16のコンパートメントに分かれています。船が損傷した場合、そのうち最大4つが浸水しても残りの12の部分により破損を受けた船は沈まないはずでした。この設計のおかげでタイタニックは沈まない船という称号を得ていたのです。ホワイトスターラインの副社長フィリップ・フランクがタイタニックが沈む危険性は全くない、決して沈まない船なので乗客が困ることといったら不便さぐらいのものだと断言していたという噂もあります。1912年4月14日タイタニックは氷山に衝突し、それが間違いであったことが証明されました。氷により船体は2つに割れ、防水のコンパートメントのいくつかが破裂、わずか2時間半でタイタニックは沈没することになりました。運命を分けたのは衝突した氷山の大きさだったのでしょうか。もし氷山が大きかったり小さかったりしたら結果は違ったのでしょうか。氷山の形や大きさは様々。氷山は北極や南極の氷河や氷棚が崩れて離れた氷のかけらでやがて溶けるまでの間海をさまよっています。発見された中で最も背の高い氷山の一つと比べるとタイタニックは小さく見えます。発見されたのは1957年で、その高さは168メートル。ワシントン記念塔の高さに近いんですよ。それぐらい巨大なものに激しくぶつかるのを想像してみてください。でも実はそれより小さな氷山も同じぐらい危険。小氷山という家ぐらいの大きさのものもあります。車ぐらいの大きさのものはグラウラーと言います。船やボートから見つけるのが難しく、避けるのも困難です。大きさは小さいですが、ぶつかると船は大きな損傷を受けてしまいます。氷山は見かけよりもずっと大きいのだということも考慮に入れないといけません。塊の大部分は海面下に隠れているからです。氷山の質量の 80% は水中にあるんですよ。尖ってギザギザになった端の部分はほとんどが見えません。うろうろと近づきすぎると船体が損傷する危険性があるんです。タイタニックは差し迫った運命に対応する時間がほとんどありませんでしたので、
同じ角度からより小さな氷山がぶつかったとしても、やはり沈んでしまった可能性があります。氷山がもっと大きければ、もっと早く発見できた可能性もあります。衝突を避けるため航路を変更する時間があったかもしれないのです。一つの氷山を避けたからといって、タイタニックに安全が保証されたわけではありません。大西洋の氷山路地と呼ばれる危険な場所を進んでいたからです。これはカナダ・ニューファンドランドの 402km 東と南東に位置しています。一つの氷山の後ろには氷山がもう一つ、その後ろにはさらにもう一つあることもあるんです。衝突の可能性のある氷山が一つでなく複数あったため、乗組員はしっかりと注意していなければなりませんでした。タイタニックより小さな船の方がこの航海にはふさわしかったかもしれません。タイタニックの大きさだと舵取りが難しくなります。実際サウサンプトンの港から出港してすぐに小さめの遠洋定期船である SS ニューヨークにぶつかりかけたんです。距離はわずか 0.6 メートルしかありませんでした。巨大な蒸気船は明らかに狭い海域で素早く動かすのには向いていません。航路を変えるには時間とスペースが必要だったのです。ですが船と氷山がぶつかるとき、船の大きさは必ずしも問題になりません。アイランダーというアラスカのインサイドパッセージを移動するために設計された蒸気船がありました。1901年の夏、アイランダーは氷山に衝突して船首の前の部分に穴が開いてしまったのです。ですがすぐに沈むことはなく、乗組員は安全な場所へ舵を取ろうと試みました。最終的に船首は完全に海に沈み、最先端の部分が水面から持ち上がり、船が完全に沈むまでそれほど時間はかかりませんでした。生存者は168人の乗客と乗組員のうち128人、そして約3億円相当の金が失われました。アイランダーの船体は73メートルで、タイタニックの4分の1ぐらいの大きさ。そう考えると小さい船の方が氷山を避けやすいということはないようですね。1959年のハンス・ヘトフトのケースもあります。この船は小さなタイタニックやデンマークのタイタニックとも呼ばれます。最も安全な船と言われていたからです。全長は83メートルで95人が乗っていました。本物のタイタニックのようにハンス・ヘトフトも海で様々な困難に直面してもうまく対処できるよう特別に設計されていたんです。船底は鉄で二重になっており、船首は装甲されていて7つの防水のコンパートメントがありました。そんな船が沈む可能性ってあるのでしょうか。あったんです。そして実際に沈みました。コペンハーゲンに戻る初航海でトラブルが発生。1月30日、氷山に衝突しました。そして SOS を送りましたが、ヨハネス・クルスが救助に来た時、ハンス・ヘトフトの姿はありませんでした。船の存在を証明するものは9ヶ月後にアイスランドに流れ着いた救助ベルトのみ。この船も小さかったですが、小ささが有利に働くことはありませんでした。1912年、小さなタイタニックは安全な旅を保証されていませんでした。最後の疑問は氷山が見つかって緊急事態になった時の土壇場の選択についてです。まず完全に止まるという選択ですが、船が停止するには800メートルの距離が必要なので、それは不可能だったのです。氷山はたった274メートル先に浮かんでいたのです。次に氷山を避けようとするという選択、船長が命令したのはこれでした。ですがうまくいかず、船体に深い傷を負うことになったのです。3つ目の選択肢は氷山と正面からぶつかること。それで助かることはできたのでしょうか。その答えはちょっと興味をそそられる、おそらくです。正面衝突することでタイタニックは助かったと考える人もいます。その場合、衝突によるダメージを受けるのは船の先頭部分のみに限られます。氷山によって船体が裂け、防水のコンパートメントの多くが損なわれるのでなく、破壊されたのは4つのコンパートメントのみだったはずですよね。それだとタイタニックの他の部分はそのまま機能し続けることができたということになります。この場所から動けなくなったかもしれませんが、救助船が到着するまで沈むことはなかったのです。それならカルパチアのような船が事故現場に到着し、乗客を安全に避難させるのに間に合ったことでしょう。
タイタニックの設計者の一人エドワード・ワイルディングも沈没についての取り調べの時これに似た主張をしています。正面衝突していればほとんどの乗客が助かり、タイタニックそのものも沈むことがなかったというのです。その意見に反対する人もいます。まずタイタニックの特別な隔壁は氷山ではなく、他の船との衝突の際に船体を保護するためのものでした。これらのコンパートメントは衝撃を受けると潰れて衝撃の一部を吸収します。そして相手の船が残りの衝撃を吸収することになるのです。ダメージは広範囲に及ぶことになりますが、残った隔壁があれば船は沈まずに済みます。ですが氷山は相手が船の場合と違って衝突の際へこむことがありません。衝撃の大部分をタイタニックが吸収することになり、船体は深刻な損傷を受けます。さらに悪いことに衝撃は船の長さ全体にわたって伝わるのです。リベットは爆発するでしょう。船はそこから避け、コンパートメントはすぐに浸水して沈没するのはさらに早くて、生き残る人は少数だったということになります。どちらにしてもこういった疑問の答えが大体そうであるように、私たちが正解を知ることはできません。タイタニックの最初で最後の航海は悲劇的に終わりましたが、海の旅をもっと安全にするための助けになったんです。事故の公聴会で出た結論により、大西洋と南極海の氷山を追跡し、付近を通る船が避けることができるよう1914年に国際海氷パトロールが作られました。アメリカとイギリスでは船は乗っている全ての人のために十分な数の救命ボートを積むことも義務付けられたのです。定期的な救命ボートの訓練も必須となりました。そして最後に水が入らないように船の隔壁は以前より高くされるようになりました。コンパートメントを完全に防水できるよう船底は広げられて二重構造になりました。タイタニックの沈没が恐ろしい悲劇だったのは確かですが、あの夜起こったことから学んだことはさらなる悲劇が起こるのを防ぐ助けとなったのです。1912年4月10日、タイタニック号がイギリスから出航しました。普通の船の浸水ではありません。タイタニックは当時最も大型の船だったのです。全長は270メートル、サッカー場3つ分の長さです。そして船骨から煙突の一番上までの高さはなんと53メートルもあったんです。これは17階建てのビルの高さと同じ。沈まない船と考えられていて、建設には3000人の人員と3年を要しました。ですが最初の航海のわずか4日目、午後11時40分にこの船は氷山と衝突し、大西洋の波に沈んでいきました。沈むまでにかかった時間はたった2時間40分。そして2200人の乗客と乗組員のうち生き残ったのはわずか706人でした。難破船はそれから73年間多くの秘密を隠したまま極寒の大西洋に沈み、発見されませんでした。そしてもしも人生を海の探検に捧げた男性がいなければ、巨大な船はその後もずっと行方不明だったでしょう。彼の名前はロバート・バラード。子供時代の彼は海に心を奪われていました。海に強い興味を持ち始めたのは彼が12歳の時。ジュール・ヴェルヌの SF 小説「海底2万里」の映画版を見たのです。この物語は彼の想像力を刺激するもので溢れていました。冒険、奇妙な生物、ノーチラス号という海底でパワフルに走る車。この車なら世界中行きたいところにどこでも行けたのです。その時からバラードは陸での生活は考えられなくなりました。23歳の時、彼は深海潜水グループに配属され、海底探査の技術開発を補佐することになりました。彼の最大の功績はアルビンを開発したこと。アルビンは3人乗りの小型で操縦しやすい潜水艦で、外側に海中で標本を集める機械の腕があり、乗組員が潜水艦内に留まったまま探査ができました。潜水艇アルビンは様々なタスクの遂行に役立つことは誰の目にも明らかでした。例えばある時は海に墜落した航空機を見つけるのに使用されたんです。
もちろん挫折も数々経験しました。メカジキに攻撃され即座に表面を修理することになった時もありました。潜水艦の外側に引っかかって動けなくなったメカジキはその日の夕食になりました。そして1968年10月潜水艦が海に降ろされている時、支えていたケーブルが切れて3人の乗組員を乗せたまま急降下してしまいました。それに潜水艦はまだ開いていたのですぐに水が入り沈み始めたのです。幸い乗組員は脱出に成功しましたが、アルビンは失われてしまいました。何度も回収を試みましたが悪天候によりうまくいきませんでした。そして翌年ようやくアルビンは海面に戻ってきたのです。その後時の経過とともにアルビンに改良が加えられました。船体はチタンで補強され、潜水深度が深くなってより海洋探査に適合するようになったのです。バラードの遠征は100回を超えましたが、その多くでこの特殊な潜水艦が役立ちました。大西洋中央海嶺という海中の山脈を初めて探検したのもバラードです。そして70年代後半にガラパゴスリフトで熱水噴出孔を見つけた時、化学合成のプロセスも発見し、それを記録しました。化学合成とはバクテリアによる生理的熱量の複雑な化学合成のことです。彼の最大の発見はこの頃にはまだ知る由もありませんでした。バラードは自分はタイタニックマニアだったことは一度もないと言っています。ですが他の探検家がタイタニックを見つけようとし失敗するのを見ていて次第に夢中になっていきました。そして彼はタイタニックは当時明らかにエベレストのようなものだった、多くの人がトライしていた、でも成功するだろうと思った人も成功するべきだった人も失敗していたと語っています。バラードは1973年にはすでにタイタニックを見つけようと考え始めていました。そして4年後実際に挑戦することになったんです。使ったのはカメラと音波探知機を備えた掘削船で、深海救助船のシープローブ号です。ですが採掘パイプが壊れて中止せざるを得ませんでした。まだ木が熟していなかったのです。80年代初頭テキサスのジャック・グリムという石油業者がタイタニックを見つけようと3回にわたって挑戦しましたが、用意した装置では見つけられませんでした。気の毒な話です。バラードは機会を伺っていました。計画、そして誰かの助けも少々必要だったのです。最初の課題は大西洋の海底まで行くこと。それまでに彼が到達できたのは最大で水深6100メートルです。ここまで行くのに3時間かかりました。海面まで戻ってくる時間は入っていません。船体をチタンで補強してあって、海の水圧に耐えられるアルビンが使えることがすでに彼には分かっていました。ですが彼自身が実際に海底に行かなくても良くなる装置も必要でした。無人で遠隔操作ができる潜水艦が理想的です。でもまずそれを作らなければなりません。それで行政機関にこのプロジェクトのための資金援助を求めようと接触しました。当局者たちはタイタニックには全く興味がありませんでしたが、援助には前向きでした。でも裏があったのです。バラードはまず1960年に大西洋に沈んだ2隻の潜水艦スレシャーとスコーピオンを見つけることに前進しなければなりませんでした。当局はそれらの潜水艦を研究し、なぜ沈んだのか分析したがっていたのです。また元の状態に戻すのが可能か、海底にそのままにしても安全かも知りたいと思っていました。このタスクを完遂して初めて契約内の残りの時間をタイタニックの探査に使うことができたのです。これ以外に資金提供の望みがありませんでしたので、バラードは申し出に応じました。さあ開始です。まず新しい機器を2つ作りました。アルゴは無人の深海用ビデオカメラを備えています。設置されたいくつものカメラで画像や映像を撮るよう設計されていました。水深6100メートルでも機能し、海底の約 98% を探検することができました。アルゴは船につなぐものでした。ボートが動くとアルゴも海底から少しだけ浮きながら引っ張られます。そしてカメラが海上に画像を送信します。2つ目の装置はジェイソン・ジュニアという小さなロボット車両です。
これも遠隔操作するので、アルビンのように潜水艦内の乗組員が海の中の物体に近づいて写真を撮ることができました。よし、準備完了。早く2隻の潜水艦を見つけねばなりません。バラードがそれらを発見するのには時間はかかりませんでした。幸い比較的簡単でもあったので、12日を残して無事に遂行することができました。タイタニックの探査にほぼ2週間を費やすことができるようになり、彼は海の探査を始めました。捜索はカナダのニューファンドランド島の近辺に集中して行われ、アルゴを引っ張って海底を這わせ、撮った写真を検査したのです。数日間は何も見つかりませんでしたが、やがて固まった船体のプレートやボイラーが見つかりました。これがそうなのでしょうか。次の日、大きな船首も見つかりました。1985年9月1日、バラードと仲間の乗組員は悪名高い船をついに発見したと確信しましたが、心境は複雑でした。バラードはタイタニックが一生を終えた場所を誰よりも先に見つけたことに興奮していましたが、沈没の時に苦しんだ人々への哀悼の気持ちに圧倒されてもいたのです。その後の4日間をかけてクルーはタイタニックを探検し、初めて氷山が発見されたマストの近くの見張り台を見つけました。そしてこの巨大な船が沈没する前にどのように2つに割れたのかということを証明する割れた両側の部分も見つかったのです。家具や食器もありました。そして悲しいことに、海底にチリジリになって亡くなった人々の革靴も何足か見つかりました。バラードは誰もが失敗したタイタニックの発見に成功し、すぐに世界的な有名人になりました。タイタニックを見つけるだけでもう十分だって思うでしょう。でもバラードにとってはそうではなかったんです。2019年、彼はまた別の謎の解明を請け負いました。アメリア・イアハートの失踪です。イアハートは女性として初の世界飛行を試みましたが、運悪く1937年太平洋のどこかで消息を絶ちました。彼女と飛行機はそれ以来見つかっていないのです。バラードはタイタニックの時の運でイアハートの墜落した場所も見つけられることを願っていました。ですがこの遠征では発見に至りませんでした。ロバート・バラードは誰よりも多くの沈没船を発見しましたが、それは氷山の一角に過ぎません。世界の海には300万隻以上の船が沈んでいると推定されていますが、バラードが見つけたのは100隻だけです。現在は70代後半になり、若い世代が彼がしてきた海の探検や謎の解明の仕事を引き継いでくれることを願っています。1989年、バラードは小中学生が科学やテクノロジー、エンジニアリング、数学の道に進むことに興味を持つようインスパイアするためのジェイソンプロジェクトを始めました。またジュール・ヴェルヌの小説に出てくる潜水艦ノーチラス号にちなんで、自身の研究船 EV ノーチラス号も所有しています。彼の後のキャリアの動機づけとなった小説への賛辞としてふさわしいですよね。暗く恐ろしい夜、何百人という人々がこれから何が起こるのか、自分たちがどうなるのかわからないまま救命ボートに座っています。分かっているのはほんの数時間前まで乗っていた巨大な船が目の前で消えたということだけ。他に誰もいない海の上で助けを待っていました。誰か助けに来てくれる可能性はあるんでしょうか。比較的近くを航行していた何隻かの船が自分たちの救助を求める声を聞いたのかも分かりません。待つ以外に何もできないのです。タイタニック号、氷山、悲劇の夜、100年後の現代になっても語られている近代史の有名な物語です。船に積んであった16隻の救命ボートには船の乗客全員の 50% をわずかに超える人数しか乗れませんでした。多くのボートはまだ半分空いた状態です。その中の1隻には生後2ヶ月の女の子ミルビナ・ディーンが乗っていました。巨大船で一番幼い乗客です。彼女の両親はアメリカでより良い生活をするためイギリスを離れる決心をしました。父親はカンザスに親戚がいて、そこで事業を始めることを望んでいました。ディーン一家はこの伝説の巨大な船に乗ることを選んだわけではありませんでした。炭鉱のストで転勤になり、三等客としてサウサンプトンで乗船したのです。ミルビナの父親はあの寒くて静かなように思えた夜、
船が氷山にぶつかったのを感じました。そして何が起こったのか確かめるため即座に上の階に上がりました。乗客たちがパニックになり、乗組員が船の瀕している危険について警告しているのを見て、彼は妻を探すため自分の客室へ急ぎました。そして妻に子供たちに服を着させてすぐにデッキに来るように言いました。乗組員は救命ボートの準備をし、まず女性と子供を乗せるよう指令を出しました。少なくとも家族の何人かでも助かる可能性があったのです。ミルヴィナと母親、兄は救命ボート10号に乗りました。沈んでいく船から最初に脱出した706人の乗組員と乗客の中に入れたのです。その後カルパチア号という船が救助要請を確認し、乗客を救助してニューヨークまで乗せていきました。彼女の父親は残念ながらボートに乗れず助かりませんでした。ミルヴィナはイギリスのタイタニック号から出港した場所から遠くはないアシャーストで育ちました。そして生涯サウサンプトンの小さな会社で秘書や助手として働きました。結婚は一度もしませんでした。ミルヴィナはタイタニックについては何も覚えていないので、注目を浴びたいだけだと思われないようその話はしなかったのだと常に語っていました。ですが1985年、フランスとアメリカのチームが協力し、沈没したタイタニック号を見つけることに成功しました。発見されたのはニューファンドランドのミステイクンポイントの約 600km 東で、水深 3km 以上の場所です。タイタニック号は2つに引き裂かれたということが確認されました。何十年もの間タイタニックはそのままの形で沈んだと考えられていました。唯一の大きな損傷は氷山と接触した時の船体へのダメージだけだと思われていたのです。でも実際は3本目と4本目の煙突の間で割れていました。船が水面下に消える少し前のことです。氷山に衝突した時に船の崩壊が始まり、約2時間40分かけて船は姿を消しました。この研究チームに発見されるまでタイタニック号はそれほど注目されてはいませんでした。ミルヴィナは晩年、老人ホームに入るお金を作るためオークションで家族の所有物を売りました。その中には家族がアメリカに到着した時に手に入れた服がたくさん入ったスーツケースや、母親が災害救援基金から受け取った保証金の通知書もありました。保証金の通知書は家族を亡くした生き残った特定の乗客への保証金についての概要が記してありました。ミルヴィナは97歳まで生き、肺炎でこの世を去りました。そしてタイタニック号の沈没で生き残った705人のうち最も若い乗客でした。タイタニックは当時世界最大の船でした。あまりに大きいので排気筒が4本必要だと考えた人々もいました。ですがタイタニックを設計したトーマス・アンドリューは3本で十分だと確信していました。それでタイタニックには装飾のためだけに作られた排気筒が1本あったんです。沈没時タイタニックには2200人の人が乗っていました。乗組員が908人で、乗客数は最大乗客定員である3500人でした。映画で見たことがあるかもしれませんが、乗客にはいくつかの等級があります。一等旅客の財産の合計は約650億円と推定されています。そして研究では6億円相当の持ち物が船と一緒に海底に沈んだと推定されています。一等旅客にとってタイタニックはとても贅沢な場所でした。レストランが4つ、図書館が2つ、利用店も2つ、読書室、そして写真用の暗室がありました。温水プールもありましたが、一等旅客のみが1回につき1シリング払って使えるものでした。さらにトルコ風呂や電気療法用のお風呂もあって、それらは1回4シリングで使用できました。この巨大客船の製造には約10億円が投じられました。ですが1912年のことですので、現在の価値に換算すると約260億円になります。一等客室のチケットは当時の価格で約33万円で、現在の約800万円に相当します。それだけの値段のついた客室にはどんな部屋があるのでしょう。今、寝室が2つ、衣装部屋が2つ、そしてバスルームです。あなただったら大金を払ってこのような贅沢を体験したいですか？タイタニックの中には研究チームがまだ調査できていない部分がたくさんあります。現在でも水中機でアクセスするのがとても困難なのです。
タイタニック号が沈没したその日に救命ボートの訓練が予定されていましたが、何らかの理由で中止されました。乗組員は一度だけ救命ボートの訓練をしましたが、それは船がまだ停泊していた時のことです。ですが乗組員がしっかり訓練されていて、救命ボートに最大限の乗客が乗れていたとしても、全員が助かるだけの収容数が足りなかったのです。タイタニックは当時動く物体として世界一の大きさを誇っていました。1911年5月31日その巨大な船体が仙台を下ってベルファーストのリバーラガンに到着し、10万人を超える人々が浸水を見ようと集まりました。浸水にはわずか1分余りしかかからず、問題なく完了します。船の責任者たちはすぐに船体をマンモス級の偽装ドックに牽引しました。何千人もの作業員がそれから1年ほどかけて懸命にデッキを建設したり、タイタニック号の特徴である豪華なインテリアを完成させたのです。そして船の主要な2つの蒸気エンジンに動力を供給する29の巨大なボイラーも取り付けられました。すべてタイタニックに決して沈まないという称号を与えるためです。タイタニックには致命的な欠陥が複数ありました。設計上の欠陥については聞いたことがあるかもしれません。水密隔壁の上の部分が完全に密閉されていなかったのです。それが原因で水が船の一部分から他の部分へと流れていき、やがて沈没することになったのです。他にも欠陥はありました。船体の硫黄含有量の多さ、低温、スピードの速さは船体の鋼鉄、接合リベットの鉄に大いに影響を与えました。ここの鋼鉄が粉砕するとリベットは比較的簡単に抜けてしまいます。タイタニック号が想定の24倍の速さで沈んだのはそのためです。このような巨大な船が沈むに至った本当の理由については多くの説があります。そのうちの一説は数ヶ月前の満月を原因の一つとしています。満月で強力な大潮が起こり、氷山群が南へ移動した可能性がありました。それがちょうどタイタニックの初航海の時だったのです。研究では目の錯覚のせいで救助が得られなかったとされています。イギリスの有名な歴史学者ティム・マーティンは、沈没した夜の大気が原因である特別な現象が起こり、乗組員が氷山に気づくことがとても困難になったと考えました。それは超屈折と呼ばれる現象を起こす一因となったのです。光が著しく屈折したため蜃気楼が起こったことを付近にいた複数の船が記録しています。この現象のせいで船員がまだ間に合う段階で恐ろしい氷山を見つけられなかっただけでなく、救助が可能であったかもしれない一隻の船が救助要請を確認し、タイタニックの乗組員とコミュニケーションすることもできませんでした。またタイタニックは進むスピードが速すぎたという人々もいます。彼らは最初からこのような大型の船を、水温が低く予測が難しい北大西洋を22ノットという高速で航行させていた船長に責任があるとしていました。そこには氷山が大量に隠れていたのです。タイタニック号の残骸って今となってはどれくらい残っているのでしょう。タイタニック号が沈没してから世の中では100年以上が経っています。タイタニック号、20世紀初頭に建造された世界最大の豪華客船。初航海の際に出航から数日後の1912年4月14日に氷山に激突し、2200人以上いた乗客のうち1500人以上を道連れにしました。3年かけて作った船が3時間で沈んでしまったというのはあまりにもショッキングな出来事です。現在同じ船を建造しようとすると、その予算は2億1000万ドルの規模となります。タイタニック号は午前2時20分の大西洋上を最後に姿を消しました。そしてその所在は1985年に海洋学者であるロバート・バラードが明らかにするまで知られていませんでした。このことによりタイタニックの船体の一部は再び日の目を見ることになったのです。バラードの探検による最初の発見は沈没の際に真っ二つに割れた船体でした。最初に探検隊が派遣されたのは船体とデッキが横たわる海底のエリアでした。バラードによればその目的は残骸の風化を防ぐ方法を探るためだったといいます。またもう一つの目的は海底に散らばるおびただしい数の個人の遺品を回収することでした。
後に語られるところによると、海底の様子は感情を揺さぶるほどショッキングなものだったといいます。無数の瓦礫に取り囲まれた残骸の中で、さまざまな遺留品が発見され、それらが海上に引き上げられました。中には贅沢な作りの靴や船員たちの衣服、巨大なスクリューなどが含まれていました。地上では輝いていたであろうこれらの物品が海底で砂をかぶっていたのです。バラードは食器類は 1.6km の距離にわたって散乱しており、その数は厨房を優にいっぱいにできるほどのものでした。史上初に再現された 3D アニメーションでは、1912年に航海に出たタイタニック号が今日の残骸へ変化するまでの変遷を見ることができます。しかし深海探検を愛するジェームズ・キャメロンはシミュレーションだけに満足をしませんでした。彼は世界で初めてタイタニック号の残骸の中心を探検することを思い描いた人物です。そう、あの映画タイタニックの監督であるジェームズ・キャメロン、彼はタイタニック号の残骸まで33回のダイビングを行っています。ちなみにこれはちょっとしたトリビア。監督のジェームズ・キャメロンは子供の頃から深海に対する情熱を燃やしており、海の研究を夢見ていました。彼にとって映画監督はたまたまやっているだけの仕事なのです。タイタニック号の映画の話を持ちかけられた時、キャメロン監督は2つ返事で引き受けました。船の本物の残骸を調査する口実が手に入るのですから。さて、残骸の話に戻りましょう。キャメロン監督によれば、研究者たちは残骸の外を見るだけでは満足せず、内側で内装の写真を撮る必要があると考えていました。キャメロン監督はカメラを搭載したロボット潜水艇を使用し、こうして沈没以来世界で誰も入ったことのないタイタニック号の内部の姿が明らかになったのです。一等室の客向けであったムーア式のトルコ風呂の周囲のタイル壁は形を残していました。その隣には泳げる浴場と三等室の食堂が。そこで休息を取る人たちは毛布など好きなものは何でも休止係からもらうことができました。沈没後のタイタニック号の姿は沈没前のものと比べてもまた違った驚きを私たちに与えてくれます。もう一つのショッキングな発見は船のマストでした。事故前のタイタニック号の写真を見るとマストが目につくことがわかります。船首に立っていたマストはマルコーニの無線通信システムのケーブルをまとめる役割も担っていました。またイギリスの商船であることを示した旗もそこに備えられていたのです。このマストは30メートルほどの高さにそびえ、その上に見張り台がついていました。現在そのマストは変わり果てた姿となっています。侵食されたマストは破壊されていたのです。見張り台も同じ運命をたどっていました。今日においてタイタニック号が海底探検家にとってのお宝である理由が垣間見れます。船は水深3800メートルの深さに沈んでおり、そこに日の光は届きません。そこでそのエリアの探索には最先端の装備を使用する必要があります。70年もの間タイタニック号が姿を現さなかった理由は技術にありました。人がそれほど深くに向かうこともできず、ましてや映像を残すことなど到底できなかったのです。そういう意味では映画制作者たちがこの技術を大きく進歩させたと言えるでしょう。最初に箱にカメラを収めるところから始まったこの技術開発は、現在では飛躍的に進んでおり、深海の生き物の写真を私たちに届けるところまで至っているのです。もちろん深海で写真を撮るというのは簡単なものではありません。立ちはだかる障害の一つが巨大な水圧。約30センチメートルという厚さの壁を持った丈夫な潜水艇が必要なのです。また全く光源のない場所で映像を撮影する技術に対する心得も必要です。そしてさらに大きな障壁が立ちはだかっていました。発見されたタイタニック号はサビのように赤いバクテリアに覆われており、鮮明な写真が撮れなかったのです。赤い色は水中ではうまく反射されないため、これは写真家泣かせでした。この問題を克服するために潜水艇には強力なライトが取り付けられたのです。遠くから船体を見るとまるで赤茶色の油で滴っているかのように見えます。しかしその正体は微生物のコロニーなのです。
タイタニック号は沈没すると同時に海底に存在しない微生物を大量に持ち込みました。そして現在その微生物が海底の極限環境と組み合わさることで船体の上で恐ろしい姿になっていたのです。この赤いコロニーは鉄や鋼、つまりタイタニック号の残骸を食べているのです。その一種がハロモナス・ティタニカエ、1日に 100kg の鉄を食べる微生物です。この生物にとってタイタニック号はご馳走でした。このサビの発見後、タイタニック号の残骸の寿命については様々な憶測がされました。しかしキャメロン監督とその研究チームが出した結論は、タイタニック号はこの先も長い間にわたって形を保つだろうということでした。最も最近行われた探検では、特等室の場所を探す目的で潜水艇が使用されました。この部屋はベンジャミン・グッゲンハイム教が滞在していたもの。グッゲンハイムは鉱山の経営一家の息子で、タイタニック号に乗船していた VIP の一人でした。フィラデルフィアで生まれた彼はアメリカへ帰る途中だったのです。そんな彼はついに母国の地を踏むことはありませんでした。1912年当時の特等席の値段は400-800ポンド、現在の価値に直すとおよそ84,000ポンド、1350万円です。タイタニック号の特等室は一等室の中でもとびきりの部屋で、 B デッキまたは C デッキに位置しており、ジャコビアン様式からイタリアルネッサンス様式など11のさまざまな様式で装飾されていました。部屋にはマホガニーやオークなど希少な木材を使用したさまざまな彫刻があしらわれていました。グッゲンハイムはそのうちの一室に滞在していたと考えられているのです。沈没から1世紀経った現在、彼の子孫がその場所を特定するためだけに探検隊を派遣しています。その探検の様子はナショナルジオグラフィックのドキュメンタリーになっています。その探検の結果、彼の部屋の場所が分かったのだといいます。午後11時40分、タイタニックは北大西洋で氷山に激突しました。現場からは船体の一部や宝飾品、晩餐に使われた皿など多くの遺留品が発見されています。船が完全に海に沈むまでにかかった時間は3時間。その夜は冷え込んだ賑やかな夜でした。オーケストラの演奏が乗客を楽しませる中、誰もがアメリカへの到着を楽しみにしていました。1912年当時、船で大西洋を横断するということは一大イベントだったのです。その日の遅く、船長と船員たちは差し迫る事故を予感し始めていました。しかしその不安を覚えていたのは船員だけで、乗客たちは異変などが起こるわけもないと考えていました。彼らにとってタイタニック号は沈まぬ船だったのです。皆さんがタイタニック号について考えるとき、おそらく想像だにしないのが郵便配達員の存在でしょう。そう、船にはアメリカへの郵便物を持った配達員が乗っていたのです。配達員そのものはありふれた職業ですが、乗船を許可されるのは一握り。トップの配達員がリストに乗り、それだけが許可されるのです。アメリカ人男性ジョン・スター・マーチはそのような配達員の一人でした。彼はタイタニック号に乗船し、1000ドルから1500ドルの年俸を稼ぐことになっていたのです。1912年当時の物価で考えると破格の報酬です。配達員は客室の中で3等室に滞在していたため、公式の乗組員とは見なされていません。しかし乗客からの反応を考えて、彼らは個室で食事をとるよう計らわれていました。マーチ本人がこの職に就いたのは家族を養うためでした。彼は豪華客船で海を渡りながら大金の報酬を稼ごうとしていたのです。当時の年齢は51歳、出身はニュージャージー州でした。そしてこのマーチはタイタニック号の事故により帰らぬ人となる運命でした。マーチの所有していた懐中時計はその後、事件の夜に何が起こったのかを紐解くヒントになり得るものでした。純金のケースには緻密な細工が施されており、アメリカの時計メーカーエルジンの文字が見て取れます。パッと見た感じでは暖炉の上に飾るにふさわしい綺麗なアンティーク品のように見えます。しかしそれをよく調べると、いろいろなことが分かってくるのです。文字盤のガラスの奥に水が染み込んだ痕跡があり、針は1時27分を指しています。
この時間に時計が止まったという事実はある疑問を投げかけています。持ち主は一体何をしていたのだろうか。タイタニック号に乗船していた配達員は郵便物の仕分け部屋で作業をしていました。一般的な客船にそのような設備はなく、通常は郵便物を一緒くたにした袋を担いで運びます。対してタイタニック号は入港のたびに乗客がハガキを送れるようそのような設備が備わっていました。記録によると乗客は午後11時頃から客室に戻っていったことになっています。乗客の一部は夜を楽しむために残り、5名の配達員は別室のダイニングで同僚の誕生日を祝っていました。衝突の5分前、船員たちが氷山を発見。ベルを3回鳴らし前方の異常を伝えました。タイタニックは舵を左に切りました。専門用語で取り舵いっぱい。同時にエンジンをリバースに入れます。しかし努力むなしく衝突は起こりました。午後11時40分タイタニック号は氷山に激突し、船内は大混乱に陥りました。海水が浸水しただけでなく、乗客乗員の間でパニックによる混乱が発生したのです。デッキに到着したスミス船長はタイタニック号が氷山と激突したとの報告を受け、と同時に郵便物の部屋にも浸水が始まりました。全長270メートルの船が完全に沈んだのは午前2時20分頃。生存者は706名でした。衝突から沈没までの間には様々な出来事が起こっていました。乗客のボートへの避難が始まったのは午前0時頃。女性と子供が優先という指令が出され、一部の船員が彼らを誘導しボートを操作しました。この時の問題はボートが20隻しかなかったこと。定員数は1178名で2200名の乗客全員を乗せることができません。マーチと同僚たちは郵便物を回収し始めました。周囲では大混乱が巻き起こっており、徐々にいてつく海水が船に入り込んできます。午前0時15分、スミス船長は船員に救難信号を発するよう命令しました。SOS はタイタニック号以前に確立されたコードですが、当時は CQD が広く使われていました。CQ とはゼネラルコール、D は救難信号を意味します。信号に対して最速で反応したのはフランクフルト号。しかし位置が遠すぎたため救助を断念しています。タイタニック号の姉妹船オリンピック号も応答しましたが、これも距離が遠すぎました。午前0時20分カラパチア号が緊急通信を受信し、58海里も離れていたにもかかわらず航路を外れ救助に向かいます。タイタニック号にとってこれは朗報でしたが、浸水は続いていました。沈みゆく船の上で乗客を落ち着かせるのは一筋縄ではいかなかったのです。この時点で多くの乗客はボートに乗り込み、あとは海面に降ろされるのを待つばかりでした。音楽隊はボートを待つ人々のために音楽を演奏し続け、最初はファーストクラスのラウンジで、その後はデッキに移りました。音楽隊が演奏し続けた時間には諸説がありますが、このうちの誰も助かってはいません。5名の配達員は船が沈みゆく中でも業務を行っていました。船員によるとこの時郵便物の部屋は足首まで浸水しており、配達員たちはその中からできる限り多くの郵便物を回収しようと必死になっていたのです。マーチもその一人でした。周りには手紙を入れた袋がぷかぷかと浮いていました。優先的に回収したのは書き留め郵便。タイタニック号での目撃報告によると、彼らは郵便物の袋をデッキまで運び、救助がやってくるまで濡らさないよう努力していました。また海水の中に袋が浮いているという証言もしていたようです。午前0時45分左舷側の7番ボートが海に降ろされました。ボートの定員は65名でしたが、中には27名しか乗っていませんでした。ほとんどのボートは定員ギリギリまで乗ることはなく、これは人を乗せすぎると転覆の恐れがあると考えたためでした。またタイタニックが沈まぬ船であると信じきったばかりにボートに乗ることを拒否した乗客もいたのだといいます。同時に1から8発の信号弾が上空に打ち込まれましたが、効果はありませんでした。午前0時55分2隻目3隻目とボートが降ろされ、その上に2名の男性客が飛び降りました。
5分後、さらにもう1隻が39名を乗せて降下。この時点で浸水は船内の大階段にまで到達していました。次の20分の間にさらに多くのボートが定員未満のまま降ろされて行きました。救助のカラパチア号は未だやってきません。乗客の間ではパニックと緊張が走るようになりました。取り残された人々の間で怒りが爆発していたのです。午前1時30分、混乱は手に負えなくなり、ボートへの乗り込み作業は整然としたものとは言えなくなりました。マーチの時計が止まったのはこの3分前。乗客乗員の巻き起こした混乱の真っ只中には彼がいたのかもしれません。カラパチアの到着には3時間を要しました。生存者の中にマーチはいませんでした。彼の懐中時計は回収された遺留品の中でも最も重要なものだと言われています。やがて時計は彼の2人の娘に返還され、現在は国立郵便博物館の所蔵となっています。マーチは最悪の事態においても職務に忠実な人間でした。事故当時、船の上にいた人々にとって時間は何よりも必要なものでした。この時計はタイタニック号の悲劇から学べるものがまだまだたくさんあることを教えてくれているのです。あなたはベッドを飛び起き、床に足をつけました。そこは冷たい水で溢れています。急いで客室から長い廊下へ行くと、そこは膝上まで浸水していました。乗客の誰もが救命胴衣を身につけて階段へ殺到しています。彼らを追いかけると、その先には混乱する群衆が待っていました。そこら中が水。女性が階段で足を滑らせ落ちました。あなたはその女性を助け起こします。階段は押しくらまんじゅう状態で、誰もが階段を登ろうと必死です。背後ではさらに海水が浸水しています。あなたが飛び出た客室は沈みました。みるみるうちに水位が上がっていきます。幸運にも乗客の誰もがその場を脱することができました。甲板が破壊され、巨大な船が傾きました。木材の割れる音、鋼鉄の引き裂かれる音、そして人々の叫び声にかき消されながら、バイオリンやその他の楽器による演奏が聞こえてきます。救命ボートへ向かう道はまるで登山のようでした。しかし乗れるボートはありません。少なくとも救命胴衣は手に入りましたが、船の船首は完全に水の中へと沈みました。船尾にいたあなたは海へと飛び込む決意をしました。船がより深くにまで沈めば、海水までの高さが減ります。良いタイミングでジャンプすると、飛び込んだ先は冷夏の海でした。その水温はマイナス2度。この温度でも海は凍りませんが、淡水であれば氷になっていたはずです。寒さで息ができません。あなたはそのような状態で歴史上最高の沈まないとされた船を眺めます。90分待てば別の客船が到着し、乗客を救ってくれます。しかしその前にあなたはこの状況を何とかしなくてはなりません。90分も大西洋の冷夏の水に浸かりながら、混乱して悲鳴を上げ絶望する乗客の中にいなくてはならないのですから。そしてこの時、ここにはさらに状況を悪くする存在がいました。サメです。タイタニック号の物語は皆さんもご存知でしょう。ではもしもその時乗客がサメに襲われていたらどうなっていたのでしょう。理論上は起こり得たもしものお話です。シナリオ1、水面で起こった激突の音や振動がホホジロザメをおびき寄せることがあります。ホホジロザメは事故が発生した寒い大西洋に生息しているのです。ホホジロザメは地球で最も危険な捕食者で、巨大で動きが速く強靭です。300もの尖った歯は刃のようで、それが何列にもわたって生えています。さあ、三角のヒレが水面から突き出ているのが見えました。あなたを含めた人々の周りを円を描いて泳いでいます。あなたは浮かんでいる船の木材を浮き輪代わりにつかみました。冷たい水温があなたの動きの自由を奪い、手が滑ります。サメがその音に気づきました。サメの一匹があなたの方へまっすぐ向かってきます。あなたの思考は恐怖で停止し、生存本能だけが体を動かしています。あなたは最大限の力を振り絞り、サメからできるだけ早く泳いで離れようともがきました。当然水中でサメから逃げられるわけがありません。でもあなたは必死です。2秒後、かかとにサメの鼻先が当たりました。
もう片方の足が歯の並んだ口の中へと入っています。あなたは悲鳴を上げ、足に鋭い歯を感じながら目を閉じました。しかし何も起こりません。サメはあなたのことを話したのです。実はホホジロザメは人間をあまり襲いません。ホホジロザメが人間を調べる目的で噛むことはあります。ホホジロザメは主にアシカなどを食べます。軽く噛んだところであなたがアシカではないことが分かり、サメは興味を失いました。しかしサメが腹を空かせていたとしたら、あなたがどんな動物であろうと関係がなくなります。ボートの上の乗客は恐れる必要はないでしょう。船の上までは襲ってきません。ボートを押すことくらいはできるかもしれませんが、これも調べるためだけ。まあボートの上に生肉でいっぱいの冷蔵庫があり、誰かがそれを水めがけて放り出したら話は変わりますが、サメがボートに殺到し、ステーキが水にすべて落ちるまで揺さぶられることになります。さてあなたは別のボートに拾い上げられました。もう安全です。別の客船が救助に訪れ、暖かい場所に連れて行ってくれるでしょう。シナリオ2、水温がもっと高かったとしたら、オオメジロザメがいた可能性があります。沈む船から水に飛び込んだあなた、水温は低くないので近くのボートまですぐに泳ぐことができました。しかしそこで見える三角のヒレ、ホホジロザメとは違い、オオメジロザメは動きが緩慢です。まるで人間には興味がないようにゆっくり泳ぐのです。しかし騙されてはいけません。あなたはすぐに水から上がる必要があるのです。オオメジロザメは世界でもトップクラスに獰猛なサメです。わざとゆっくり泳ぐことで獲物を油断させることでも知られています。襲う瞬間が訪れるとオオメジロザメは素早く動きます。オオメジロザメは平たい顔を持っています。また強い体躯を誇ります。獲物やその他のサメに体当たりをするのです。あなたはドアの上に乗りましたが、体当たりを食らい再び水の中へと落とされました。幸運にもボートが近くにあります。人々があなたをボートへ引き上げました。そのボートへ何匹ものサメが体当たりします。なんとか努力でボートを沈めずに済みました。そこへようやく訪れた救助船が大きな警笛とエンジン音でサメを追い払ってくれました。この恐ろしいシナリオは実際には起こりえません。オオメジロザメは暖かい海にしか生息していませんからね。このサメは三角湖や浅い海を泳ぎます。そのため海岸付近で頻繁に目撃されます。遊泳やダイビングへ行く際には注意看板をよく読みましょう。3つ目のシナリオは最も現実的なものです。水に飛び込んだあなた、凍える水温が体の自由を奪います。救命胴衣でなんとか水面に浮かびますが、タイタニック号からのライトが海の深みを照らしたところに巨大な岩のような影が見えました。これは古代から生きているサメ、世界で最も美しいサメがあなたの近くにやってきます。ニシオンデンザメです。ニシオンデンザメは北極海で暮らすサメで、北大西洋の低い水温をものともしません。この巨大なサメは自動車よりも大きく、毎年1センチメートルずつ成長します。それを目にすることができたあなたは幸運。ニシオンデンザメは世界でも最も珍しいサメの一つです。性格は穏やかで人間を襲いません。ひょっとするとタイタニック号のキッチンが海に投げ出されたことでサメがおびき寄せられたのかもしれません。ニシオンデンザメはゆっくりとした動きを持ちます。150歳の個体も存在するほどで、1912年にそのサメを目撃したとすると、そのサメは海賊がサーベルやオウム、岩体とともに戦っていた時代を生きた個体である可能性があります。また2021年に生きているニシオンデンザメは実際にタイタニック号の事故を目撃して、いまだに大西洋を泳いでいる可能性もあるのです。どのシナリオが訪れたとしてもあなたは逃げ切ることができるでしょう。しかしそばにボートのない状態で水中のサメに襲われたとしても、まだ助かる可能性はあります。大切なのはパニックにならないこと。水をバシャバシャさせたり、急な動きはサメを興奮させます。救命胴衣を着ている場合は浮くのに動く必要はありません。サメから泳いで逃げてはいけません。相手があなたを獲物だと認識してしまいます。サメはあなたの周りを泳ぎ続けます。
視界から逃さないようにしてください。ゆっくりボートや登れる瓦礫などを目指して泳ぐこともできます。岸に近ければ浜辺までゆっくり泳ぎましょう。その後は走って逃げてください。しかし気をつけてください。陸地でもサメは噛みついてきます。目を離さないように。攻撃されたら必死に反撃しましょう。サメの弱点は目とエラです。手や足でそれらの部位を狙ってください。私たちは長い間連れ添ってきたのよ。私はどこまでもあなたについていくわ。アイダ・ストラウスが夫にかけた言葉です。タイタニック号に乗船していた中で最も裕福な人物の一人であったアイダは救命ボートで避難していません。夫であるイジドーと共に船に残ることを選んだのです。さらにアイダはメイドの一人の命を救うことになるとあるものを彼女に託しました。イジドー・ストラウスとアイダ・ストラウスは共にドイツ生まれで、幼い頃にアメリカに移住してきました。二人はニューヨークで出会い、5年後に結婚。夫婦には7人の子供がいましたが、子供は誰一人乗船していませんでした。イジドーは10代後半の頃、父親の店を手伝っていました。その後、兄弟と一緒に陶器販売業を開始。後にメイシーズ百貨店に出店します。最終的に兄弟は百貨店の経営権を獲得し、億万長者となりました。イジドーとアイダは彼らの富や慈善活動、また仲睦まじい夫婦としてニューヨーク中で有名でした。イジドーがアメリカやヨーロッパに出張する際は、アイダは必ず同行します。同行できない場合は、毎日お互いに長文の手紙を書いていたそうです。夫婦は故郷であるドイツを頻繁に訪れるようにしていました。1912年、二人は凍えるようなニューヨークの冬から逃れるため、ヨーロッパへ向かいます。40年間連れ添った夫婦。天気の良い南フランスで休暇の大半を過ごしてから、イジドーの故郷を訪れました。4月前半、ニューヨークへ帰国する時がやってきます。普段であれば、夫婦は巨大なドイツの定期船で移動していましたが、今回は誰もがタイタニック号という新しい豪華客船の噂をしています。夫婦は誘惑に耐えきれず、すぐにファーストクラスのチケットを購入。4月10日、二人はホワイトスターライン社の最新の船に乗船しました。楽しい旅になりそうです。アイダとイジドーは船の上層階に位置する39室あるプライベートスイートの一室を予約しました。チケットは現在の価値で10万ドルほどであったとされています。同じように滞在していたのは世界屈指の金持ちたちばかり。ストラウス夫妻は高級な家具と高価なウッドパネルが貼られたホールでオーケストラの演奏を楽しんで夜を過ごしました。チェスやバックギャモンをプレイしたり、ジムやスイミングプールへ行ったり、デッキにあるコートでスカッシュも楽しみました。しかし豪勢な船旅は長くは続きません。4月14日夜、船は歴史上最も有名なあの氷山に激突します。軽い揺れと轟音、ただそれだけに思われました。危険にさらされているとは誰も思っていなかったのです。乗客はデッキに落ちてきた氷の塊で雪のボールを作り投げ始めました。船の従業員は心配ないと乗客に伝えます。しばらくしてエドワード・スミス船長から救命胴衣を身につけて救命ボートに乗り込むように指示がありました。救命ボートが保管されていたのは上甲板のみ。もっとたくさんのボートを乗せることもできましたが、船の設計者たちは甲板がごちゃごちゃすることを嫌がって数を制限。さらに実はこの日、救命ボート訓練が予定されていたのですが、乗客たちは本物の避難に直面することになります。ボートの数からして救命ボートに乗ることができるのはファーストクラスの乗客のみ。ストラウス夫妻はプライベートスイートから出てクルーからの指示を待っていました。多くのクルーはまだ安心しきっています。再び乗船する際に必要になるパスを紛失しないよう乗客たちに指示が出ましたが、結局乗客が再び乗船することはありませんでした。船は沈没しつつありました。クルーたちはまず子供と女性を避難させるよう指示します。
ストラウス夫妻は救命ボート8号のそばに立っていました。当時67歳だったイジドーは奥さんと一緒にボートに乗り込むよう指示されます。しかし老いぼれのために女性の命を犠牲にできないと言って救命ボートへの乗船を拒みました。女性や子供が取り残されることを良しとしなかったのです。アイダの新入りのメイドであるエレン・バードは救命ボートへの乗船に躊躇しますが、アイダが避難を促しました。まだアイダが乗船するスペースは残っています。他のファーストクラスの女性たちが乗り込むように呼んでいます。救命ボートへの乗客の乗船には10分ほどかかります。この間にアイダは自分の運命を決めなくてはいけません。アイダは美しいミンクのコートを脱ぎ、震えるメイドにコートを渡しました。アイダは自分にはもう必要ないと言います。しかし救命ボートは彼女を置き去りにして出発することはできません。船乗りたちが力ずくでアイダを乗船させようとします。ところで避難活動が続くこの間もオーケストラは明るい音楽を演奏し続けていたそうです。アイダは船乗りたちの手を払いデッキから離れません。イジドーがアイダに避難するよう懇願します。しかしアイダはイジドーを絶対に置き去りにしないと言って聞きません。救命ボート8号に乗っていた生存者の全員が彼女の最後の言葉を覚えていました。私たちは長い間連れ添ってきたのよ。私はどこまでもあなたについていくわ。一隻目の救命ボートが着水したのはなんと1時間後。多くの乗客のタイタニック号の最後の記憶はデッキで腕を組んで立ちすくむイジドーとアイダの姿だったそうです。200名以上のファーストクラスの乗客が生き残りました。証言者の一部はストラウス夫妻はデッキチェアにゆったりと腰掛け手をつないでその時を待っていたと話します。救命ボート8号に乗っていた25名の乗客は一晩中かけてボートを漕ぎ続けました。船の光だと思われるものに向かって船を漕いでいたものの、実際は反対側から救助艇が接近していたということが後から分かっています。発見されただけでかなり幸運だったと言えるでしょう。エレン・バードを含む多くの乗客が恐ろしい夜に起こった最も重要なストーリーとしてリポーターたちにアイダとイジドーの物語を共有しています。1ヶ月後3万人が追悼会に足を運びました。ニューヨーク知事も参加者の一人です。ストラウス夫妻が他の乗客のために自分たちの命を投げ打ったことに驚く人はいませんでした。エレン・バードはミンクのコートを遺族に返そうとしましたが、アイダの思い出として持っていてほしいと申し出がありました。あの晩夫妻が持っていた中で唯一残った品は金とオニキスのロケット。イジドーが懐中時計の中に忍ばせていたのです。ロケットに入っていた写真は2枚、1枚は長男、もう1枚は長女の写真でした。ロケットはしっかりと閉まっていたため中の写真が濡れてしまうことがなかったのです。タイタニック号から発見されたジュエリーの一部は70年経った今でも残っています。1985年の探索活動ではネックレス、指輪、ブローチ、カフスなどが見つかりました。その一つが午前1時45分のまま止まった錆びれた懐中時計。午前1時45分は船が沈没した時間です。タイタニック号に乗船していたとある書籍収集家は自分の母親とメイドを救命ボートに乗せることができました。しかし本人は助かっていません。彼の荷物には400年前の本も含まれていたそうです。収集家のワイドナーは本の収集の旅からニューヨークへ帰る予定でした。彼の古書やタイタニック号が輸送していた700万個の郵便物は海底のどこかに眠っています。タイタニック沈没の前日にファーストクラスの乗客の一人が自分の母親に向けて手紙をしたためました。この手紙は凍えるような大西洋で生き残った唯一の手紙です。ポケットにしまわれていたノートの中に織り込まれた状態で発見されました。ファーストクラスにはドイツ生まれの薬剤師も乗船していました。香水店を開くべくニューヨークに向かっていたのです。彼の持ち物で残っているのは香水のサンプルのみ。タイタニックが沈没する中、バイオリニストのウォレス・ハートリーとオーケストラは最後まで演奏を続けました。ハートリーは自分が助からないと悟り、自分の持ち物の中で最も高価なバイオリンを守ろうと水面に浮くように革のバッグにバイオリンを入れます。
10日後、バイオリンは海水による損傷を受けた状態で発見されました。バイオリンは彼の婚約者が引き取り、数年後オークションにて1700万ドルで売却。タイタニック号から発見された最も重要な品の一つとされています。船に積まれていた5台のグランドピアノは残念ながらまだ海のどこかに沈んでいます。ただ潜水士によって楽譜の一部が回収されています。ブロードウェイ作品からの歌の楽譜です。70年間海底に沈んでいたにもかかわらず、まだ読むことができる状態だそうです。タイタニック号に積まれていた唯一の車は、現在の価値で数百万ドルするでしょう。ルノーの CB クーペは、ファーストクラスの乗客だったウィリアム・カーターの持ち物です。もちろん車は海の底。生き残ったカーター本人と家族は、後に車代として5000ドルの保険金の支払いを求めています。まあ新品でしたからね。1912年4月10日、大勢の人がサウスハンプトンビーチに集まり、当時最大の豪華客船タイタニック号を見送りました。一等客室のチケットのお値段は最高4350ドル、現在の価値でおよそ7万ドルです。しかし出航から5日もしないうちに、この豪華客船は大西洋に沈んでしまいます。さて、少し巻き戻して、あの運命の晩に何が起こったのかを見ていきましょう。船長は、処女航海の速度記録を更新し、予定より早く到着したいと思っていました。タイタニックは沈まない船として知られていたため、船長はフルスロットルで北極海を移動します。氷山を見つけた船員は、必死に船の向きを変え、衝突を防ごうとしました。しかし、タイタニック号が移動速度が速すぎたため、船の側面が氷山によって裂かれ、船体に大きな穴が開いてしまいます。裂け目は一つではなく、損傷は複数箇所に及びました。損傷は合計でおよそ90メートルに及んでいたのです。しかし、船の設計者たちは衝突に備え、船の各側面に緩衝地帯として水密区画を設けていました。これらの区画4つが侵されても、船はまだ水中に浮いていることが可能です。しかし氷山がタイタニック号の側面を引き裂いてしまったため、水密区画6つに穴が開いてしまいました。水密区画は船の甲板の高さまでは伸びておらず、上部は密閉されていません。そのため4つ以上の水密区画が水没した際、水が隔壁よりも高くまで到達し、残りの区画にまで水が流れ込み、船を沈没させてしまったのです。ちょうど製氷皿に水を流し込む時のような状況に似ています。では氷山に正面衝突していたとしたら、やはり船は沈没していたのでしょうか。起こりうる衝突を想定した上で船は設計されるため、ほとんどの船には船首に衝突隔壁が設けられています。これは車のバンパーやクラッシャブルゾーンに似ています。直接的な衝突に耐えられる安全機能です。船首はある程度の衝撃であれば耐えることができます。一部の専門家は、タイタニック号が正面衝突していたとしたら、2区画から4区画が水没しただけで済んだかもしれないと示唆しています。つまり理論的に言えば、タイタニック号は沈没せずに低速で最終目的地まで航海し続けることができたかもしれないのです。ただ衝撃の力はかなりのものだったでしょう。乗客は衝撃によって負傷していたかもしれません。しかし凍えるように冷たい大西洋の海に逃れるのではなく、船上に留まり別の船が救助に来るのを待つことができたでしょう。タイタニック号の設計者の一人であるエドワード・ワイルディングは、衝撃がそれほど大きなものではなかったのかもしれないと示唆しています。ワイルディングは英国海難委員審査会に対し、多くの人はほとんど衝突を感じなかったと話しており、氷山と正面衝突したとしたら船は沈まなかったと考えていました。さらにタイタニック号は全ての区画の間の水密ドアを遠隔操作できるように設計されています。洪水にすぐに対応するための策です。タイタニック号の場合、側面の衝突により短時間のうちに6つの区画が水に侵されたため、ドアを密閉したところで特に大きな違いはなかったでしょう。この時点ですでに救いようのない状態だったのです。およそ1秒に7トンの割合で浸水し、船はすぐさま水没し始めます。これは排水速度の15倍の速度です。
もし氷山と正面衝突していたらタイタニック号は沈没せずに済んだかもしれませんが、この説にはいくつかの問題があります。まず衝突隔壁は巨大な氷山ではなく別の船と衝突した場合を想定して設計されています。2隻の船が衝突すると双方の船が船首で衝撃を吸収し合うため沈まずに済む可能性が高まります。しかし氷山は動いていません。つまりタイタニック号のみが衝突のエネルギーのほとんどを吸収することになります。タイタニック号が正面衝突した場合、移動速度から考えて衝撃は船体全体に伝わったはずでしょう。46,000トンの船が時速37キロほどで移動するところを想像してみてください。これが10万トン以上はあるであろう氷山に激突します。衝突によってかなりの力が生まれ、船体に多大な損傷を引き起こすでしょう。接合部が裂けて階段が崩れ落ち、至る所でリベットが弾けたのではないでしょうか。このような事態がさらに多くの区画を水没させた可能性があります。この場合タイタニック号は数時間も持たず、ものの数分で沈んでいたはずです。これは氷山の一角に過ぎません。ご存知の通り氷山の大部分は水中に隠れています。そのためタイタニック号が正面衝突した場合、はじめに水中に沈んでいる部分の氷山に激突し、船体は進行方向から逸れることになっていたでしょう。氷山に激突することはレンガの壁にぶつかることとはわけが違います。この場合水中の氷山が船の下部を引き裂いて両側面に損傷が残ります。また氷山は平らな物体ではありません。平らなものと衝突した場合船は沈むことがなかったかもしれません。しかし氷山にはいろいろな形と大きさがあります。ドーム型や三角柱など様々です。タイタニック号の製造に使用された鋼に関する研究も行われています。試験したところ、ここで使われた鋼は現在我々が使う鋼の10分の1の強度しかありませんでした。タイタニック号は鋼に対する低温の影響が分かる以前に製作されています。タイタニック号の建設に使用された古い鋼は凍るような気温にさらされると曲がるのではなく破損してしまうのです。回収されたタイタニック号の船体のかけらは船体が衝撃で砕けたことを示しています。正面衝突した場合もかなり激しい急停止をしたはずです。船が沈まなかったとしても大きな問題を引き起こしていたでしょう。車に急ブレーキをかけた時や、またはバスに乗車中にバスが急停車して前方に投げ出される時のことを想像してみてください。船の至る所で乗客たちが投げ出されたでしょう。衝突は夜中に発生したため多くの人は睡眠中でした。衝撃へ素早く備えることはできなかったはずです。そのため乗船していた多くの人が怪我を負う羽目になります。船の前方にいた人たちは特に大きな影響を受けます。ここにいるのは非番の消防士、機械工、エンジニアなどです。ただ乗客や非番の船員たちはベッドから投げ出されてしまうものの、実際のシナリオよりは多くの人が生存できたでしょう。正面衝突した船が無事に岸までたどり着いたという例が多数存在します。タイタニック号には実は2隻の姉妹船があることはあまり知られていません。タイタニック号を製作したホワイトスターライン社はオリンピック号、ブリタニック号も製造しています。後にタイタニック号の舵を取ったエドワード・J・スミスが船長を務めたオリンピック号は1911年6月に処女航海に旅立ちます。しかし姉妹船同様、すぐに悲劇に見舞われてしまうのです。5回目の船旅中、オリンピック号はイギリス海軍のホーク防護巡洋艦と衝突してしまいました。オリンピック号は側面に損傷を受け、一方のホーク防護巡洋艦は正面衝突。ホークの船首は衝突によって完全に破壊されましたが、水密区画が設置されていたおかげで衝撃を生き延び、無事に岸までたどり着き修理を受けることができたのです。アンドレア・ドーリアの事例を見てみましょう。この船は1956年に世界中で紙面を飾ったイタリアの遠洋定期船です。アンドレア・ドーリアは101回目の航海でタイタニック号同様、ニューヨークへ向かっている途中悲劇に見舞われます。7月25日、船は160メートルのスイスの定期船ストックホルム号と衝突しました。
ストックホルム号が正面からアンドレア・ドーリアの側面に衝突したのです。正面は完全に押しつぶされてしまいましたが、衝撃を受けたのが船体であったため、ストックホルム号は無事に生き延びます。一方のアンドレア・ドーリアは側面衝突だったために残念ながら沈没してしまいました。ご紹介した事例から正面衝突していた場合、タイタニック号は沈まずに済んだかもしれないと言えるでしょう。ただオリンピック号やアンドレア・ドーリアがもっと低速で移動していたのに対し、タイタニック号は全速力で氷山に激突したという事実は否定できません。1912年初頭、グリーンランド南西部にある氷河から巨大な氷の塊が砕け落ちました。この氷塊はおそらく数千年前にマンモスが地球上を闊歩していた頃に降っていた雪が固まったものでしょう。そして氷山が漂流し始めたのです。かなり巨大なサイズで、長さ520メートル以上、その重さは7500万トン以上の巨大なものだったのです。ですが乗客船のルートや輸送ルートには近づかなかったので、特にトラブルを起こすことはありませんでした。その後なぜか他の氷山よりもかなり南へ流されていったのです。他の氷山は低緯度に到達するかなり前に溶けてしまいましたが、この氷山は特別でした。グリーンランドの氷河からは最大で3万の氷山が漂流しますが、大西洋に到達するのはわずか 1%。 この巨大な氷塊は数ヶ月間水中で溶け続けたにもかかわらず、いまだにゴールデンゲートブリッジの約2倍の重さがあったのです。海面から氷山の頂点までの高さは10階建てのビルと同じくらいだったと言われています。ある豪華客船は氷山が大西洋に到達する数日前に出航、3000人以上の乗客と乗組員を乗せた豪華なライナーで、当時では史上最大の船だったのです。その名もタイタニック号。衝突事故は4月14日ニューファンドランドから約 600km 離れた北大西洋上で発生。船は進路を変更できず、少なくとも5つの船体区画に穴が開いてしまいました。その結果、驚くべき速さで水が侵入していったのです。タイタニック号の水密区画室は上部が塞がっていなかったので水が溢れ、他の水密区画室にも水が侵入してしまったのです。やがて船の全部が沈み始め、後部が垂直に空中に持ち上がりました。そしてものすごい轟音とともに船体は半分に折れ、その後に何が起こったかは皆さんもご存知の通りですよね。でも氷山は一体どうなったのでしょう。4月15日ドイツの遠洋定期船 SS プリンツ・アダルバートは北大西洋を航海中でした。タイタニック号が数時間前に沈没した場所から数キロ離れた場所を進行中だったのです。まだ事故を知らなかったドイツ船の司厨長は、氷山を発見すると氷山の土台に沿って赤い塗料の大きな筋が入っていることに気づきました。彼はそのことに驚き写真を撮影。そしてこの塗料は船が12時間以内に氷山に衝突したことによってできたものだと考えたのです。次に氷山を見て写真を撮ったのは、深海に通信用のケーブルを引いていた船の船長でした。この船はタイタニック号が沈んだ場所の救援に派遣されたものでした。後に船長はこの地域には氷山が一つしかなかったと主張しています。さらに赤い塗料を発見したことにより、何が起こったのかという全体像を把握することは難しくなかったのです。2015年にはこれらの写真の中の1枚がオークションで約350万円で落札されました。ですが専門家によると、この写真が本当に悪名高き氷山であったかどうかは確証できていないということ。単に当時近くに浮かんでいた氷山だったかもしれないからです。不沈と言われていた豪華客船は北大西洋の底に沈み、今日でも残骸だけが残っています。ですが氷山はその旅を続け、目撃者たちを困惑させ、ゆっくりと周囲の水に溶けながら消えていったのです。同年の終わりまでには完全に消え去っていったと言われています。タイタニック号の胸が張り裂けそうなシーン、皆さんもよく覚えていますよね。船が沈没していく、誰にもどうすることもできなかったあのシーンを。でもこの物語が完璧な実話ではないことが分かったんです。少なくとも
歴史家であり不運な船での出来事を詳述した本の著者によればですが、彼の主張が本当ならタイタニック号の乗客は全員助かった可能性があるというのです。彼はカリフォルニアン号とマウントテンプル号はタイタニックが海に沈むのを見ることができるほど近くにいたにもかかわらず恐怖のために行動しなかったと記述しているんです。あるいは彼らも自分たちが何をしているのか分かっていなかったからとも書かれています。当時豪華なラウンジからトルコ風呂、スカッシュコートまで想像できるものは全て備えていたタイタニック号が沈没するとは誰も思っていなかったんです。しかし大西洋横断記録を塗り替えようと大海原を疾走していた時、氷山に衝突し、そこから全てが急降下していきました。多くの船が沈没するタイタニック号を助けたいと思い、救難信号を聞いてタイタニック号に向かって進路を変えたものの、最も近くにいた2隻の船は引き下がってしまいました。一番近くにいたのがマウントテンプル号、わずか80キロほどしか離れていなかったので、タイタニック号に 2,3 時間で到着し、乗客全員を救えた可能性があったにもかかわらず、船長はそのような船旅は危険すぎると考えたのです。氷山は侮れませんからね。それを今になって責めることはできませんが、もし何かしらの方法で助けられるとしたらと想像を膨らませてみませんか。普通の私たちがタイタニック号で人々を助けるのは難しいかもしれなくても、スーパーヒーローに助けを求めることができたとしたらどうでしょうか。まず手始めにタイムトラベルのスキルを持った人がいると便利ですよね。彼らは過去に戻って氷山がかなり接近していることを乗組員に知らせ、できるだけ早く氷山の進路から船を遠ざけなければと警告することができますからね。あるいはもっといいのは、さらに過去に遡ってそもそも旅を続けないよう船長に警告することだってできちゃいます。今更ですが、タイタニック号にはもっとうまくやれたことがたくさんあったはずなんです。まず第一に、乗組員は双眼鏡を持っていなかったという驚きの事実です。もしこの重要な装備を持っていれば、氷山をすぐに発見し、少なくとも被害を最小限に食い止められたかもしれないし、衝突を完全に回避できたかもしれないのです。救命ボートの件も見逃せない事実です。船をできるだけ豪華に見せようとしたため、多くの命を救うために必要な救命ボートのスペースはほとんど残されていなかったんです。2200人が乗っていたにもかかわらず、救命ボートの数は1200人分しかなかったのですから。飛行についてはどうでしょう。空飛ぶスーパーヒーローならこの悲劇を回避できたのでしょうか。私はできたと思いますよ。このスーパーヒーローは特に視界の悪い夜間にこの地域を調査できたかもしれないし、さらに言えばタイタニック号に異変が起きていること、そして誰も怪我をしないようにするために助けが必要であることを近くの船に早く知らせる手助けをしたかもしれません。もし船内の誰かに空を飛ぶ能力があったら、大勢の乗客を空輸して安全な場所に運ぶこともできたかもしれません。レーザービジョン？使えそうなパワーです。レーザービジョンを持つ人間なら氷山をあっという間に粉砕できますよね。1912年4月の運命の夜、誰もが暗闇の中で震える代わりに、翌朝デッキで冷えた飲み物を楽しめたことでしょう。粉砕された氷の破片を手にしながらね。レーザー視力を持つヒーローにタイタニック号が安全に通過できるように氷山を真っ二つにするほどの力がなかったとしても、双眼鏡のある鍵のかかった部屋を開ける手助けくらいはできたと思うんです。超人的な強さの持ち主？助けになるどころじゃないですよね。船と氷山の間に身を置き、衝突を防ぐことなんてきっと朝飯前ですよね。タイタニック号が巨大な氷塊に衝突した時、たまたま居眠りをしていたとしても焦ることはありません。近くの船が助けに来るまで乗客全員をタイタニックに乗せたまま船を支えておくことだってできちゃいますからね。水中で呼吸できる能力があれば、少なくとも自分だけは助かりますよね。船に起きたことに何かできる可能性は低いですが、乗客を救うことはできたかもしれませんよ。まあそれでも体力的に溺れた人たちを支えたりできればの話ですが、もし機内にエレメントをコントロールできる人がいたら重宝できた力ですよね。全員とはいかなくても
多くの乗客を救出できたし、見た目にもなかなかかっこよさそうですね。このパワーがあれば、氷山に衝突したタイタニック号の破損部分から水を遠ざけることができますよね。もし俊敏な力を持ち合わせていて、船に衝突する前に氷山を見ていたなら、指を鳴らすだけで大きな氷の塊を水に変えることができたかもしれませんよ。あの夜の記録を見ると、タイタニック号では全てが非常に速いスピードで起こったことがわかります。もしも時間を止められるヒーローがいたら、話の都合上、このヒーローは研ぎ澄まされた直感を持っていたと想像してください。空気の匂いで異変に気づいたり、氷山を最初に発見した時の乗組員の反応から何かがおかしいと感じたかもしれません。簡単な手のジェスチャーをするだけで、時間をほとんど静止状態にまで遅らせることができたはずです。そして、タイタニック号の異常な速度の記録を確認し、船長に警告を発し、決断を下すこともできたでしょう。そうなると、タイタニック号を止めることも、氷山から遠ざけることも可能ですよね。夜間視力を持つスーパーヒーローも役に立ったと思うんです。少なくともこのヒーローは他の誰よりも早く氷山を発見できますよね。暗いところでもよく見えるヒーローがいれば、あの悲惨な夜の救助活動もスムーズに行えます。透明人間ですか？この能力があれば、大西洋の底に沈みゆくタイタニック号を救えたと思いますか？考えられるシナリオの一つや二つは思いつくのではないでしょうか。好きな時に透明になれる力を持つ人は船内を嗅ぎ回ったに違いありません。タイタニック号には社会の要人が乗っていたので、おそらく最新のゴシップで賑わっていたはず。ゴシップの間にこのヒーローは船長が必要以上にスピードを出しているというネタを耳にしたかもしれません。あるいは大きな問題が発生した場合に備えて全員を救うための救命ボートの数が足りないということも。この好奇心旺盛なスーパーヒーローがこれらの情報をもとに何をしたかはご想像にお任せします。ある種の魔術師がタイタニックに乗船していたら、きっとタイタニックを救ったと思うんです。沈没船に有効な魔法の呪文がどこかにあるはずですよね。氷山に衝突した後、金属を溶接して元に戻すのに役立ったかもしれないし、氷山に衝突した後、船全体を安全な場所まで空輸できたかもしれません。タイタニック号を潜水艦に変身させ、周囲に保護膜を作って海中を快適に移動できるようにする呪文はどうですか？きっと一生に一度の経験になったと思うんです。海洋動物や魚と話す能力も確かに役に立つと思いませんか？たとえタイタニック号が氷山に衝突して海水で満たされ海底近くに沈んだとしても、イルカに人々を安全な場所に運ぶよう指示できる人がいれば全員助けられたかもしれません。知性のあるイルカならきっと協力してくれるはずです。